こんばんは。ハウスフリッパーやっていきたいと思います。マレク・ミデウコさん、新たな家族の一員の準備。こんにちは、こんにちは。私の美しい妻がついに妊娠しました。途端に今までにない忙しさ、でもとても幸せです。私の王女様がこの世に生まれてくる前にやるべきとがありすぎて、何から手をつけていいものやら。女の子だってことはもう 100% 分かってます。私たち3人の住める小さくて素敵な家を買いました。残念ながら掃除が一通り必要で、子供用の小部屋も用意しなくちゃいけません。あなたにその手配を委ねられればと願っています。それと子供部屋の用意もお願いしたいです。ベッドやおむつ交換台を購入したり、おもちゃなんかもどうでしょう。あなたに任せます。あと王女様の部屋の壁は明るいピンク色にペイントしてください。あなたのお手伝いをさせていただきありがとうございます。かっこすぐに幸せになるパパ。あなたのお手伝いをさせていただきって、こっちがお手伝いするんじゃないの。まあ行ってみましょう。ということで、相変わらず外観は全く同じなこのお家に着きました。この形しかないのかっていうね。いやー汚いですね。家を買ったって言ってたけど、中古物件を買ったってことなのかな。何ですかこの中古物件。おかしいでしょ。まず片付けてから普通売るのが筋ってもんじゃないんですかこれ。こんな汚いお家売るかね普通。まあ片付けがいがあっていいっちゃいいけど。ひど。わあ汚い。え、狭いところでこうやってお風呂もあんの、すごいな。わあこれはちょっとやりがいあるけど、全ての部屋がめちゃくちゃなんだけど、掃除しようか。じゃあね、まずね、今回はちょっと長くなりそうだな。ベッドを敷く？ベッドを敷くってなんだろう。あ、整えるってことか。これさすがに取ら、違う違う、拾う、ホールドすると拾う。ちょっとね、間が空いたっていうだけで操作を全て忘れるっていう特技が私にはあるんで。でなんか親切にね、絵とか書いてあるけど、全くそういうあれじゃないから、これプレイ4のコントローラーだから。だいたいなんか A はなんか大抵ね、日本の場合だと丸とかなんだけど、海外だと逆だから。窓を洗う、ん、しゃがんだんだけど、あ、そうか。説明話しながら説明してて、結局なんか丸押しちゃった。これがなんかね面白いんだけど、ちょっとまっすぐ動かないからちょっとイライラする。ちょっと今適当だったよね。開けとくか、ちょっと空気の入れ替えね。で、あれ？
あっちにも行かなきゃいけないのかな。あ、ベッドをまず動かさなきゃいけないんだ。すごいな、一人でこんなベッドどんだけ怪力なん。でもこれからね、新婚さんで赤ちゃんが生まれてくるということなので、頑張ってね、綺麗にしたいと思います。ベッドルームが、まあ、全然、あ、ベッドルームはだけどチェック入ったってことはあれなのかな。いいのかな、もう。どういうこと？よいしょ。睡眠相変わらずの睡眠しないでしょ。窓開けっぱなしでいいのかな。あ、ここ外なんだね。外は基本関係ないのかな。これ動かせんのどうなんだろう。こういうのもこう裏側が汚いとかあるのかな。特にないな。ベッドルームはチェックが入ったからいいってことか。ここもひどいね。廊下も OK。 ここはあれなのかな、ベビールームにするのかな。何にも物がないから。汚れを清掃するがまだ残ってる。あ、ここだ。あと 1? あと 1% はどこだ。いっぱい探すの大変だな。どこなんだろう。あ、ここだ。で、パステルローズでペイントする。なんだったっけ。あ、これだ。パステルローズ。で、これにして、え、違う、なんか上手に当たらないんだけど。ちょっとなんでよ、戻んないで。
なんか缶の中に入ってるやつはパステルっぽい明るいピンクなんだけど、塗るとそうでもなくないっていう。なんか紫が強いような気がする。向かいに見えてる家がめちゃくちゃ豪華なんだけど。あんな家に住みたいわ。かわいいよね。なんか壁が白で、なんかこの窓のこういうなんかやつとか、なんでうちがいつも請け負う家はこの形なんだろう。これからもっと大きい家とかやるようになるのかな。さすがに無理があるのかこれ。こっちもすごい素敵。そういえば前回のあのペンキのあのグレーで塗るってやつが未だになんかちょっと消せない。あのグレーは一体どこに塗ったことになったのか。塗ってないんだけど実際、なんかもともと壁の色がグレーだったから。そのせいで余計混乱しちゃって、やり直すとかって、やり直すってあれは別にペンキのことを言ってたわけじゃなく、あの直すっていうのはやり直すじゃなくて、直すっていうのは要はあの壊れたものを直すっていう意味の、要はペンキとは無関係の項目を見て私は混乱してて、本当何やってんだろうって感じ。ちょっとこれいらないかな。もうそしたら子供用ベッドを買う。子供用ベッド、これだ、子供用ベッド。あ、色があるの。女の子っつったよね。パステルローズ、パステルローズ、あ、え、これパステルローズに見えない。どうしよう、パステルローズには全然見えないんだけど、引き出し、なんか本当にこれパステルローズなのかっていう、どうなんだろうね。引き出しは白いままでいいかな。でどこがいいかな。壁にくっつけるとどうなんだろう。
まあ、とりあえず適当にここに置いて、次書棚カール、こんなもの、ちょっと待って、ベッドルーム、ここに全部入れるってこと？色は白でいいんじゃないかな。ああ、ちょっと消しちゃった。え、これ、あ、こうか。置くのがね、なかなか難しい。どこがいいんだか、どこが真ん中なんだか。セーブ中？何？置くのってどうすんだっけ？買う。次が折りたたみテーブル付き収納棚。これでいいと思うか。ちょっととりあえず適当に置いて、あとプーフ2つ。何これ、あヨギボーみたいなこと言うのかな、これクッションのような。リリーってなんだ。紫色、赤、リリー、どぎつい色しかないな。パステルカラーはないんですか？パステルカラーがいいんだけどな。これでいいかな。これを2つ、こんなとこに2つ置くの？とりあえずは言われたんで2つ置けば子供部屋は完成したことになるんだけど。ちょっと待って、こんな感じでいいのか。なんかクッションに乗っかってるような気がする。なんか変じゃない？なんでこんな部屋にこんなもの置くんだろう。ちょっと私はわからないんだけど、でもあんま直射日光って良くないかな。ねえ、赤ちゃんにあんまり直射日光当てるのは良くないかもしれない。でも普通さ、なんだっけ、このなんかガラガラみたいな、これライトなのかわかんないけど、なんか普通こういうやつの下にさ置くような気がするんだけど、イメージ的に部屋の真ん中でいいんじゃない。どこは真ん中だ。真ん中がどこなのかを考えるのが結構大変なんだけど、絵がここ。な感じでいいかな。
まあいいか。で次ここか。割にあっさり汚れ落ちるけど、頑固そうに見えて。これは影なのかな。すごい汚い。でもすごい見やすいな。こんぐらい見やすいといいんだけど。暗くなってない。ちょっと待って、夜になったんだけど。え時間かかりすぎかな。もう開けなくていいでしょ。ここは汚れをまだ掃除しきれてない。どこだ。あれ落ちた。あとはどこだ。汚れを探すのが一番難しいんだけど。どこだ。なんかさ、汚れに見えてるのに汚れじゃないしね、これ。蓋開けるとか。蓋開かないのか。どこなんだよ。ここか。できた。あとはここだな、キッチン。うわ、窓もすごい汚い。でもそれこそ本当テーブルの上だろうがなんだろうが、このモップでやるのはどうなんだっていうね。万能すぎない、このモップ。すっかり夜なんだが。星が見えてる。え、ちょっと今適当だったんだけど、最後。ソファーの汚れすらモップ一本で。汚れどこだ。窓かな。あ、ま、いや窓を清掃すれば別物だもんね。途中で終わっちゃうのが悲しいな。
え、ちょっと待って、汚れはどこ行ったの。え、でも全て完了ってなってるからな、あの見つけられなかった汚れはないのか。うわ、もうすっかり、あー、すごい綺麗。こんな風にね、リアルでも星が見れたらいいんですけど。ということで今回はこのね、赤ちゃんをもうすぐ迎えるという素敵なお家をお掃除しました。ちょっとね、長くなりすぎたのか、すっかり日が暮れてしまいましたが、ご視聴いただきありがとうございます。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。